小学生の時の私へ。大人の男の人に不快な思いをさせられたことが何度かあったよね。でもまだ子供で何も知らなかった私はなんだかよくわからなかったね。中学生の時の私へ。ある日自分が痴漢や覗きに遭っていたんだって知って、自分が汚くて汚れてしまってる存在だって思ったね。そんなことはないよ、絶対にない。あれから私はたくさんの素敵な人たちに出会って、女の人も男の人も人間が大好きになりました。気づいたら自分のことも愛せるようになりました。今もいろんな悩みや不安は毎日あるけど、すごく充実して幸せな日々を送ってます。立ち直ってくれたあなたのおかげだよ、ありがとう。今すぐ前向きになんてなかなかなれないし、これを見てくれてる人の中には私よりもずっと深い傷を負ってしまった人もいるかもしれない。すぐポジティブになるなんて無理な話だけど、少なくても私は人よりも深い痛みを知ってるあなたは素晴らしい女性だと思います。あなたはダメなんかじゃない、愛されない存在なんかじゃない。自分を愛せるようになると世界が変わる。